今回は2022年7月から9月にかけて放送されたアニメリコリスリコイルの第7話を見た当時の視聴者の放送終了後の反応を紹介していきます。それではどうぞ。千里が描いたマジマがうまかったのは、奥底で電波塔テロリストの顔を覚えていたからかもしれないね。え？滝名の絵が下手なだけだって？それは、そう、千里のも言うほどうまかったかな。特徴は捉えてたじゃん。少女漫画チックだけど。滝名がひどすぎた、千里はまだ特徴捉えてる。滝名の絵は、マジで似てなさすぎて、誰を描いたんですかねあれ。滝名は、遠くからしか見てないから。滝名はよくあの映像を見た後、千里の似顔絵に対して、色だけじゃないですか、とか言えたな。君なんか鼻と目の数が一緒なところ以外、共通点ないぞ。みんな絵のことなんだかんだ言うけど、似顔絵って難しいからな。スレミンの半分は滝名レベルだぞ。ちなみに序盤の吹きの似顔絵に、似てないっていう滝名もお気に入り。前の滝名なら、似てないですって言いそうだから、ギャップで致命傷。このアフロマジマで、ちゃんと指名手配はされてるんだってのはわかる。今日の滝名、スーツがあまりにイケメンだった。滝名の任務中とかのクレバーな表情が好きすぎる。最初は何も感じなかったけど、表情豊かになるのに比例して好きになってく。わさびのりこと、かばやき太郎は面白すぎる。お前は、君は、何者だ？私こういうライバルめいた敵同士が、互いに同じセリフ言うシーン好き。ポーズも構図も対になってるの好き。マジマ側はもう、何者だの問いに、あの時のあいつか、って答えにたどり着いてるけどね。そう考えると1話のうちにわかるの、テンポいいなほんと。いろいろ衝撃的すぎて忘れがちだけど、電波塔事件の犯人、マジマで驚いた。お前、実は主人公と因縁があったキャラポジだったのか。マジマもやっぱり、アランチルドレンか。生存の天才かね。マジマの才能も問い使命は、バランスを取ることなのか？スマホのバランス取ってて草生えた。警察署が襲撃されたのって、警察のお偉いさんのパソコンは、ラジアータに繋がってるからってことで OK？ 隠蔽の指示のため繋がっている。これに気がつかないなんて、鑑識さんたち無能すぎるよ。まあこれだけなら、署長が可愛いストラップ使ってんなぁとしか、思わなくても仕方ないし。署長の持ち物だろ。よし。リコリス世界の警察は、現代日本の警察と違って、電波塔が折れてから重大な事件は一切起こってないから、まあ緩むよなぁと。筋肉質の男たちが大所帯で、目の前に銃持って歩いていっても、コラコラで済ませてるあたり、相当終わってるよな。なんだかんだ物理的に接続できるなら、DA の AI をハッキングできるロボタも、怖ってなったわ。マジマロボタのコンビ怖くない？ロボタもなぁ、USB あれば DA にハッキング可能、自力でも明治時代のものとおぼしき、DA の資料の独自入手。ウォールナットを抜けば世界一のハッカーっていうのも、あながち間違いじゃないかもしれん。マジマロボとか、正直ネタで言ってたけど、マジマさんがだいぶ情に厚いというか、懐に入れてくれてる感じがあって、好きなんだよな。俺たちの目的って言ったり、ロボタの夢も気にかけてたり、ちゃんとトップハッカーって頼りにしてたり、テロリストだけど度量深いから、慕われる理由もわかるわ、テロリストだけど。毎回連れ歩いてる、マッチョの巨体二人が、私気になります。一人だとバランスが悪いということですか、マジマさん。マジマは、絶対死んだろ的な状況で、死体は確認されないまま退場するよ。違ったら地下鉄に埋めてもらって構わないよ。公式がさようて。ミカが本当に、そうだったとは。いろいろ謎が明かされたのに、頭に入ってこねえよ。濃厚な新ミカだった。ドレス千里の色気と、タキシード滝名のスタイリッシュさが、濃厚なホモで上書きされた。何この、何？何って、公式供給の新ミカですが。いいか？新ミカで、作中に同性愛者がいることを示唆する。するとどうだ？物語の後半に、千里がくっついても不自然はないだろう？スタッフさぁ、フキちゃんがかわいそうだとは、思わないんですか？でもよ、マジマさんは自分の使命認識してるけど、千里は自分の使命を知らなくない？だから不殺主義に陥ってる、アラン機関的表現のも、吉松さんの監督責任では？今までの感じだと信じは、それをミカに託してたっぽい。だから本来ならミカが千里に使命を教えて、千里はミカの元で殺しの才能を、磨いているはずだったんじゃないか？
アラン機関の支援した声の接触の禁止があるから、殺しの才能を発揮できるよう、ミカに託したんでしょ。まあ千里が自分に憧れて、不殺主義始めたのと、ミカが自主性を重んじるタイプだったのが盲点か。日記だとは思うんだけど、ミカが手で目を隠して、机に肘掛けてるシーンが、人間味を感じて好きなんだ。やっぱミカしか勝たん。吉松が言う千里の今後って、上から目線で、完全に生殺与奪を握ってる感がある。吉さんは普通に、千里に才能を使ってほしい派だったか。ラスボスはこの人で確定かな。吉松の目的は案外単純なのかもしれない。登山家がそこに山があるから登るように、そこに天才の目があるから水をあげるだけ。なんで約束果たしてないの？って、マジトーンでミカと言い合ってたし。本当にただアラン機関の才能を世界に届けるっていう目的に、盲信的に忠実なだけって可能性が、だいぶ出てきた。吉さんの、成功だよのシーンは、九電波倒幕派の時かな。よっしゃ、千里と真島両方の才能を引き出せたぞ。みたいな感じで思わず抱きついたとか。心臓移植成功だったら、ミカももうちょい嬉しそうな顔してると思うんだよね。なんか信じられないものを見た表情だったし。吉さんの、君には期待してるよ滝菜ちゃんが、不気味すぎる。千里を覚醒させるための駒としてしか見てなさそうで。吉さんが滝菜に期待してんのは、やはり千里を完成させる、最後の1パーツになることなんだろうな。という嫌な確信がひしひしと近寄ってきた。意外だったんだが、ふきと桜は、きっさりコリコ初来店ではないのな。桜は抹茶団子セットを注文してたし。初登場の印象が極端に悪かったのもあると思うけど、桜ちゃん登場するたびに、可愛くなってる気がする。多分マジマサイドには、ウォールナットが生きてることがバレてないのが、一番のアドバンテージだと思う。フキが来た時に、クルミがビビってたので笑った。滝菜には許されたけど、本部組にバレたらやばいもんね。まあフキもあの現場の当事者だしね。突き出されるに決まってるすぎる。トイレ前で千里のうめき声を聞いたクルミが、硬いのかな？って言ってるのな。小声のセリフが面白いな。最新話のクルミ30歳が、ネタなのかマジなのか判断に困る。千里の色気に対して、あのオーラ力は何なんすか水木さん。天からの才能だよ。電波塔の前後で、千里がゴム弾使ってるのか、わからなかったけど、もう非殺傷弾使って電波塔制圧したってのが、明言されたな。2話で、DA に戻るの協力するぜって、勇ましいこと言ってたのに、7話で、DA 戻っちゃやだやだ寂しい、ってやってたから。着実に滝菜依存が進んでる。滝菜の、またかって表情を見るに、近いこと何度かしてると思われる。今回のミカの同性愛に関して千里が、愛の形は人それぞれなんだよって言ってたのも、後々マジで、滝菜とラブ展開のための布石説？衣装も顔も良くて惚れた。素晴らしき脇。いつもは明るくハッピーな千里が、吉さんが恩人だと知って、感謝を伝えるシーンで、いつになく弱々しく、しどろもどろな感じが最高すぎる。報われない千里ちゃんかわいそう、かわいい。千里を自由にしろ。って言うってことは、自由じゃないってことなんだよね。多分今は恩情やらで、自由にしてもらってるだけで、命は握られてるんだろうね。めっちゃ負い目感じてる先生に、おどけた口調で会話するの、いい女すぎて好き。普段はアホっぽいけど、千里ってリコリコメンバーの中で、一番大人だよね。普通ならせめてもいいタイミングで、ミカの罪悪感を和らげようとしてたし。バーにミカが戻ってきた時点で、千里は自分のことを押し殺して、ミカを気遣ってたな。最後の千里、いろいろ我慢してそうで、お父さん心が痛いよ。千里は普段は能天気で、天真爛漫って感じだけど、実際は心の内でいろいろと考えてるよね。今回の最後は明らかなから元気だったし、抱え込みすぎて、何かが起こる未来しか見えない。千里がペンダントを身につけなくなったことに、滝菜が気づくといいんだけど。ミカも滝菜も、落ち込んでたから今日くらいは休んでもって態度だったし、視聴者は演出的に、どう見てもから元気だな。ってのがわかるけど、二人ともいつもの千里でよかった、みたいな感じだったから、次回が怖いな。今回一番の尊みポイント。千里の願いが叶って微笑む滝菜。千里の居場所はここじゃない。君ならわかるはずだ。期待しているよ滝菜ちゃん。ここの顔、マジで好き、かっこいい。吉松殺す漫画爆誕した瞬間。吉さんとの間に、千里への認識で決定的な違いを感じたような表情。千里を頼むぞ。千里の居場所じゃないと言われて、は？
解釈違いなんですけどみたいな顔。腹に何か抱えましたね。今まではほぼ関連のない立場だったけど、ここで1対1でこの会話したことで、関連が生まれたから、対決はしそうだね。最後の方で漫画家さんの質問に、悪人は殺すべきかと聞かれて、殺すべきですねって即答してて、そういや元狂犬だったし、根っこは変わらねえなってなった。滝名の居場所はここじゃない。君ならわかるはずだ。期待しているよ千里ちゃん。私の居場所はここです。心なしか幸せそうな表情に見えてきた。わしはユリアニメを見ていたはずなんじゃ。なぜこんなにも胸が苦しい。最初に千里を見せてから、後半に神秘化を入れてくる制作には参るね。バラもユリもあって、バランスが取れているな。話が進んだっていうよりは、それぞれの目的がはっきりしてきて、千里はその話に絡み始めたって感じの回。滝名ちゃんが、同性愛について学んだのが、何気に大きい収穫だと思う。こういう愛の形もあることを知った、滝名の明日はどっちだ。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどよろしくお願いします。